北西側から遠望したマールバッハ旧市街、マールバッハアームネッカーは、ドイツビュルテンベルク州、ルートビヒスブルク郡に属す都市である。この町は、シュトットガルトの北約 20km に位置しており、シュトットガルト地域及び、シュトットガルト大都市圏周辺地域に含まれる。マールバッハは、フリードリヒシラーの出身地として知られており、シラー国立博物館、ドイツ文学アーカイブ、 近代文学博物館の所在地である。マールバッハは、ネッカーガーダ後部の東岸、二つの深い切れ込みが、うがたれた攻撃斜面に位置している。二つの切れ込みのうち、北側には現在ではほとんど暗郷となっている、シュトレンツェルバッハ川、南側には、アイヒグラーベン川が流れている。マールバッハの旧市街は、ネッカー川からは、約三十メートルの高さがあるシュトレンツェルバッハ川の、 谷の南斜面に位置している。これに対して新しい住宅地や産業用地は北東、東、南の斜面に点在している。さらに南のアイヒグラーベン川の谷によって隔てられた地域には人口約1600人のヘルンで住宅地が存在する。シュトレンツェルバッハ川によって形成された谷はこの町のやや北側でネッカー川に注ぐ。 ムル川の蛇行をショートカットしており、マールバッハとその周辺地域にとって重要な交通路となっている。リーリングスハウゼン近郊のハルトバルト内にある無人の飛び地はシュバーベンフランケンの森に含まれる。中核地区に接する周辺地区の他に南西のマールバッハ発電所に至るネッカー川沿いの細長い土地もマールバッハの地域に属している。さらに3カ所の飛び地も 本市の地域に含まれる。そのうち2箇所は、リーリングスハウゼン地区とジーンエルハウゼン地区である。3つ目の飛び地は、リーリングスハウゼン北東のハルトバルト内にある無人の土地である。これは、本体部分にはほとんど森のない本市において、森林の大部分を占めている。リーリングスハウゼンは、マールバッハの北東約 5km に位置する人口約2400人の地区で、 ムルガーとハルトバルトの間の高台にある。ここからさらに1 5トル北に位置するヒンタービルケン方フ小集落もこの地区に含まれる。この地区は多くの小川によって形成されているが、いずれの川もムル川に注いでいる。地区の中心はバイデンバッハの区墓地にあり、カイザーバッハがリーリングスハウゼンとヒンタービルケン方府との間の谷を形成している。東の地区境は、 アイヒバッハが形成しているが、この川は途中でドリーネの中に姿を消す。地区の南東をズルツバッハ川が流れている。この川は1970年代の河川、改良工事で直線化されたが、1980年代に再度自然化がなされた。この措置は1991年にシュバ勉強度連合の文化景観賞を受賞した。 人口約30人の小さな集落、ジーゲェルハウゼンは、中核宿から南東に約 5km のアファルターバッハとホーホドルフとの街道近くのシュトルムバッハ川沿いにある。ネッカー川とムル川の谷は、ムシェルカルク後期の地層に刻まれているが、高い土地はレッテンコイパー及びギプスコイパーで形成されている。横谷は、谷の形状の変化によって、 コイパーからムシエルカルクへの移行が顕著に示されているアイヒングラーベン川、バイデンバッハ川及びアイヒバッハ川は上流部では窪地上状の谷を形成しており、下流部ではブリジ国となっている。例外はズルツバッハの谷である。この谷はムル川を挟んで反対側を流れるシュトレンツェルバッハの谷とともにネッカーアークス土地高と呼ばれる長く伸びた断層となっており、 その中に地層が沈み込んでいる。ズルズバッハ川は、ムル川に合流するまで、終始、コイパー地層を流れている。州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。マールバッハ周辺地図マールバッハのネッカー川を挟んで、西側、斜め向かい側に位置するのが、ベニンゲンアムネッカーである。北に隣接する隣町は、ムル及びシュタインハイム湾でアムルである。 東はエルトマンハウゼンで、さらに南東のアファルターバフハに至る街道も、通っている。南と南西には、ルートビヒスブルクのポッペンバイラー地区と、ネッカーバインゲン地区がある。リーリングハウゼン地区からは、南西のエルトマンハウゼン、北のアスパハのクラインアスパハ地区、東のグロースアスパハ地区に街道が通じている。西に位置する、シュタインハイムと南東に位置するキルヒベルクアンデアムルへ。 直接通じる道路はなく、他の集落を経由する必要がある。ジーギルハウゼンに隣接する市町村は、北はアファルターバッハ、南西はホーホドルフ、南東はビッテンフェルトである。マールバッハはおそらくフランク王国の王領として700年頃に建設された。初めて文献に登場するのは972年である。現在の旧市街は、 古い入植地中支部の南西に位置する高台に12世紀後期に成立した。1302年頃にビュルテンベルク領となりアムトの所在地となった。この町は15世紀の短いプファルツ選定校時代を除いてビュルテンベルクの最重要都市の一つであり続けた。プファルツ継承戦争の際、1693年にフランス軍によって町の大部分が焼き払われた。 この事件と宮廷都市ルートビヒスブルクの建設により、マールバッハはその重要性を喪失した。1759年、詩人フリードリヒシラーがマールバッハで誕生した。彼の死後、マールバッハはシラー崇拝の中心地となった。現在この町に、彼の聖火、シラー国立博物館、ドイツ文学アーカイブ、近代文学博物館がある。 1938年にマールバッハ軍が廃止され、マールバッハは行政都市としての機能を失った。1972年、リーリングスハウゼンがこの町に合併した。ジーギルハウゼンは早くも1828年にこの町に合併していた。新石器時代からネッカーボンチに人が定住し、原生林の開墾を始めた。マールバッハにおける人の定住の痕跡は、 紀元前6世紀から証明されている。85年にネッカー川は、ローマ帝国の国境となった。現在のマールバッハ市の対岸にあたる、現在のベニンゲンに城塞が建設された。年輪年大学の手法を援用して、港湾施設の木材は早ければ107年に切り倒されたことが確定した。150年頃には、ネッカー川右岸地域もローマ帝国に編入され、 さらに2 5トル東のムルハルトに城塞が築かれ、ベニンゲンとムルハルトとの間にローマ街道が建設された。この街道は、おおむね現在の鉄道のルートと同じ、マールバッハの谷底を通っており、ネッカー川を渡る橋が架けられていた。城塞の周囲にビッカス・マレンシスと呼ばれる市民の集落が形成され、マールバッハ市内から、 数多くの農場の痕跡が発掘されている。アレマン人の土地取得は260年頃になされた。5世紀から6世紀への変わり目頃に、アレマン人はクロビス一世に引きられたフランク人に征服され、南に追いやられた。マールバッハ周辺を含む北部バーデンビュルテンベルクはフランク人の定住地となった。マールバッハは改めて国境の集落となったが、 今度の国境は東西に伸びるものであった。ゼルツバッハ川、ムルク川、オース川に沿って、ノルト・シュバルツバルトを越えて、エンゲルベルクに至ってた。エンゲルベルクは、アスペルク、レムベルク、ハクベルクと同様に、歴然としたフランク川の国境であった。集落名のマーバックは、マークに由来するものである。マールバッハ市内に7世紀までの永続的な集落の、 存在を示す証拠はなく、マールバッハの古代に関する文献資料も残されていない。考古学的な発掘とバッハで終わる地名から、マールバッハは700年頃に横領として建設されたと推測されている。それはアレクサンダー教会近くのシュトレンツェルバッハ川の北側にあった。この建設がゴットフリート校の下でのアレマン人とフランク人との 対立再燃に関係していると考えられる。ローマ時代のインフラは、ベニンゲン・マールバッハ地域にとって、カンシュタット近郊のアレーマンコに対するフランク人の対抗拠点としての理想的な条件となった。ボルムスからバイエルン方面への軍事道路もこの横領近くを通っていた。横領の周囲の古くから、ある村落はこの横領に従属していた。マールバッハは、 古代から行政中心としての機能を有しており、20世紀になるまでこれを保持し続けた。アレマン公国とバイエルン公国は最終的にフランク王国に組み込まれ、フランク・アレマン国境は不要となったが、シュパイアー主教区の南の教会は宗教改革まで保持された。王領の重要性は失われ、ネッカー川の橋は崩落し、再建されることはなかった。 周辺の村落の所有者は次第にロルシュ修道院に寄進をしていった。マールバッハの文献上の最初の記述は972年の寄進状でなされた。この寄進状はウルバルドという司祭が彼の農場とそれに付属する財産のすべてをシュパイアー司教に移譲するという内容のものである。1 0 0年にハインリヒ2世は明らかに以前から存在していた。 マールバッハの市場開催計を確認し、貨幣鋳造所の開設を許可した。その後数世紀の所領関係を示す文献証拠は残されていない。1282年にマールバッハ住民が初めてバーガーと呼ばれており、それ以前に都市建設がなされたはずである。古くからの解釈によれば、この集落は古くからビュルテンベルク博領に属しており、 1250年頃に死に昇格したとされていた。しかし、現在の都市市の記述によれば、マールバッハは1100年頃のジョニ人権闘争に伴って、当時ネッカー川及びムル川流域に当地の拠点を置いていたバーデン辺境白領に編入された。12世紀末にシュトレンツェルバッハ川の南の高台に領主館を有する市場町が形成され、これが 現在の都市の祖継となった。13世紀半ばに、バーデン編境博は、ネッカームル地域から撤退し、グリュー人間博ハルトマン2世及び、ハルトマン3世が主導的な役割を担った。当時、マールバッハの領主館は城塞に強化され、おそらく都市建設も始まっていた。その後1280年にハルマン3世が、男系相続者のないまま死亡し、マールバッハの一部は、 永遠として、スバイブリュッケン博バルラム一世に委託され、別の一部は相続料として、ベアトリクス・フォン・グリュー人間から、夫のテック校、ヘルマン一世のものとなった。テック博は、資金不足のためにこの町を、ビュルテンベルク博、エーバーハルト後期博に売却した。エーバーハルト博は、血縁関係にあった、グリュ人間博の給料を、ビュルテンベルク家の支柱に取り戻して、 かつての地位を回復しようと躍起になっていた。エーバーハルト博は、その拡張政策のために、皇帝ハインリーヒ7世と対立した。ビルテンベルクに対する帝国戦争でマールバッハは1311年に破壊され、帝国都市エスリンゲンの会に従属させられた。しかし、早くも1316年には、エーバーハルトはその所領を回復することに成功した。 城と都市は再建された。ビュルテンベルクの統治下でマールバッハは、1380年に初めて記録されているアムトの所在地であり、マルクグレー人間と共に、ネッカーボンチの主導的都市の一つとなっていた。ビュルテンベルク博はしばしばマールバッハに滞在した。1405年マインツ大司教ヨハン2世紀の尽力で、本市においてマールバッハ同盟が締結された。これは、 皇帝ループレヒトに対抗する南西ドイツ諸公と帝国都市の同盟であった。現存するマールバッハの私壁の一部当時この町はかなり裕福であった。領主やその宮廷管理人の依頼による手工業で利益を得ていた。この他に工作やワイン作りが約1200人の住民の主要な収入源であった。マールバッハのラテン語学校は1392年から その存在が証明されている。この学校は、現在のフリードリキシランイコールギムナジウムの原型である。1400年頃にこの町は拡張され、現在のミッドレーレホルダー合戦及び運転で、ホルダー合戦が死壁内に取り込まれた。城塞は城管に改築され、その防衛的性格を失った。死壁の外のシュトレンツエルバッハ川沿いに、 例えば川なめし業などの水を必要とする手工業を営む家があり、対岸には壁に囲まれて分離された教区教会のアレクサンダー教会があった。中世から1839年までマールバッハは、6つの別の市町村とともにアムトの北東部にある広大な森林地域、ハルトバルトの共同管理に加わっていた。現在、ハルトバルト内に、 マールバッハの地域が存在するのは、こうした事情に気する。1500年頃のシュパイアー市教区とコンスタンツ市教区との境界線。画面上端中央に、マールバッハ1442年のニュルティンゲン条約による一時的なビュルテンベルク分割により、本市は、ウルリヒタ城博のビュルテンベルクシュトゥットガルト家に属す、こととなった。この領主はしばしばマールバッハに滞在し、 上官や教会を改築した。彼がマインツ大司教のフェーデでプファルツの捕虜となった際、自由を得るために1463年にマールバッハ氏とアムトマールバッハをプファルツに割上せざるを得なかった。1504年にランツフーと継承戦争でウルリ飛行がこれを取り戻した。1514年の貧しいコンラートの運動に、 マールバッハアムとの農民たちも同調し、多くの集会が開かれた。ビュルテンベルク・ウンターラントの14都市の代表者が、マールバッハに集まり、ビュルテンベルク公園の請願リストを起草した。しかし、マールバッハ住民はそうじて、むしろ控えめな態度を取った。農民たちの理想を言葉にして記述した、マールバッハの医師アレクサンダー・ザイツは、貧しいコンラートの崩壊後、 スイスに逃亡しなければならなかった。1519年にマールバッハは、シュバーベン同盟軍によって占領され、統治権は皇帝カール5世に移された。マールバッハはこれによりオーストリア領となった。1525年、ドイツ農民戦争では、農民の一団がこの町に侵入した。しかしフォークトは、農民たちを酔わせて、再び追い払った。 それにもかかわらず反乱鎮圧後この町に罰金が課された。マールバッハ住民も反乱に参加していたためであった。1534年に領主権がビュルテンベルク家に返還されると宗教改革がなされた。これによりアレクサンダー教会は教区教会の地位を失った。1546年シュマルカルデン戦争でマールバッハは 皇帝イコールスペイン軍に占領され、殺害と略奪が横行した。その後他の軍隊が抗軍し、さらに、ウルリヒ公が皇帝に支払う賠償金の割り当てが大きかったことから、死の財政は混迷を極めた。マールバッハのラテン語学校教師ジーモン・シュトゥディオンが1579年から考古学的発掘を行い、ベニンゲンのローマ時代の城塞を再発見した。 時代はまさにルネサンスであり、それに直帰された古代再復興熱がマールバッハはローマ時代から建設されており、その名称もローマの神であるマールスとバッカスに由来するという誤解をもたらした。 1643年に出版されたマテウス、メイリアンの同伴画に描かれたマールバッハ1618年から1648年の30年戦争で、マールバッハとその周辺は大きな被害を受けた。戦争の前半からすでに軍隊の宿営が高い資質の原因となり、さらに薬病や1626年の強作による飢餓が白車をかけた。 1634年のネルトリンゲンの戦いで、プロテスタント側が敗れた後、皇帝側のビュルテンベルク軍が占領し、この地方は危険な状態となった。周辺村落の住民は大部分がマールバッハの死壁内に避難したが、条件付きの安全が確保されただけであった。マールバッハは再び軍隊の宿営に苦しめられ、死と住民は勝手放題に略奪された。 1634年にマールバッハで80件の家屋が消失し、1635年から1636年に再びペストの流行と飢餓が襲った。この町の人口は1634年から1639年までの間に1765人から863人に減少し、アムト全体では1622年から1639年までの 間に17,694人から2,271人と、1、8になった。1639年から1642年は、比較的平穏な時代であったが、1642年に、この町と、周辺地域は再び、フランススウェーデン軍によって略奪され、焼き払うと脅迫された。さらに1646年まで、他の軍隊の抗軍が続いた。 戦後、この町に移住した人々は人口喪失を部分的に補っただけであった。首都アムトが30年戦争の結果から立ち直る、前からすでに、プファルツ継承戦争の影響が近づいていた。1688年に、フランス軍がこの町に侵攻し、2日間にわたって略奪を行った。その後マールバッハは皇帝軍を、死壁の中に入れ、世話をしなければならなかった。 1693年7月末にエゼケールデューマき下のフランス軍がこの町に近づくと多くの住民が逃亡した。フランスの軍勢は無防備になったこの町に入り逃げずにいた住民に対して略奪、暴行、殺害を働いた。その後マールバッハは計画的に放火されほぼ完全に消失した。アレクサンダー教会とわずかな建物だけが破壊を免れた。 逃亡した人々の一部は、マールバッハに戻ってこず、戻ってきた人も一部は次の冬を越すことができなかった。家の他に蓄えも、すべて失ったからであった。1692年には1478人であった。人口は、1695年には609人になっていた。現在の旧市街の外観を形成する最高には、少なくとも10年から15年かかった。 南西に位置する新たに建設された都市、ルートヴィヒスブルクが1709年から周辺地域の新たな中心都市となった。ルートヴィヒスブルク城の建設は1704年に始まった。マールバッハはアムとの管轄地域が狭まり、中心的機能と重要性を失った。その上悪いことに資材提供やサービス提供も競合相手の拡大を助長した。 視聴者については1763年にやっと資金が用意できた。これに対して公爵の上官は再建されなかった。フリードリヒシラーの成果1832年のマールバッハの地図、中世そのままに紙壁で守られていた。1759年にフリードリヒシラーがマールバッハで誕生した。19世紀にはほとんどカルト的な崇拝の 対象であった、この詩人は、その生誕地に死後も続く名声をもたらし、死の独立を保持する決定だとなった。1758年の市町村法により、それまでのアムトはオーバーアムトに改組され、オーバーアムトマールバッハもその例に漏れなかった。1806年にビュルテンベルクの新体制が成立し、1810年と1812年にアムト・ボットバールと アムト・バイルシュタインが北に向かって拡張していった。1816年から1817年に夏のない都市の協作による飢饉が起こった。この基金と地方協会と経験主義との宗教的対立からロシアへの移住が起こった。このゴロマール・バッハ氏は初めて中世の中核部の外へと拡張していき、オーベーラー問題にフォアシュタットが建設された。 1828年にそれまで独立した町村であったジー・ゲルハウゼンがマールバッハに合併した。1846年から1847年のさらなる飢餓が新たな移住をもたらした。今回はアメリカへ向かうものが多かった。移住によりマールバッハの人口は1846年から1861年までの。 間20%以上減少し、約2200人となった。革命の年1848年のフランクフルト国民議会を契機に自警団が組織されたが、戦いに巻き込まれることはなかった。1871年にマールバッハを含むビュルテンベルクはドイツ国の一部となった。ルートビヒスブルク建設以後、重要な交通路がマールバッハを通るようになった。 1844年から建設されたビュルテンベルク鉄道も中心的交通路の一つとなった。この街には比較的遅く1879年にバックナングとビーティヒハイムとを結ぶムル鉄道の駅が設けられた。1881年からはルートビヒスブルクと直接結ばれた。1894年にはさらにハイルブロンへ向かう。 ボットバールタール鉄道の起点となった。この駅は北東の町外れにあり、小規模な工場が周囲に建設された。その中には多くの家具工場や、時には製花工場があった。しかしマールバッハは工業都市に発展することはなく、費用者数は農業、ワイン製造と産業、商業とにほぼ均等に分割された。新しい企業は、 人口増加を確実にし、これに伴い新しい福利施設が必要となった。1896年に浄水場が設けられ、1906年に初めて電気が通った。この町は第一次世界大戦で132人の死亡者を出した。バイマル共和制への移行は大きな注目を集めることなく行われた。市議会選挙ではスピード、DDP、 保守的なビュルテンベルクの政党がほぼ同数を分け合った。1934年に撮影されたマールバッハ付近の航空写真。画面上端がマールバッハ。過端にフライベルクアムネッカーが見える。1919年から1933年までの間に人口は約2900人から3500人にまで増加した。街の東部。 シュバープ通りにまで新たな住宅地が造営され、鉄道の北側も増設された。1928年にガスの供給が始まった。世界恐慌の時代に多くのマールバッハの企業が営業を停止し、失業率が上昇した。1931年に共産主義者と国家社会主義者が市議会にそれぞれ一議席を初めて獲得した。 1933年3月の国会議員選挙で国家社会主義者はマールバッハにおいて41.5%の得票率を上げた。ナチ党の権力掌握後、市議会の強制的同一化がなされ、労働運動が禁止された。マールバッハの共産党員及び社会民主党員数人がホイベルク収容所に送致された。ナチ時代、 1938年のビュルテンベルクの行政改革により、オーバーアムト・マールバッハは廃止された。マールバッハは行政中心としての機能を失い、ルートビヒスブルク軍に編入された。同じ頃、ネッカー川の河川改修に伴い、マールバッハ近郊にあった水力発電所が上流側の新しい発電所に置き換えられた。発電所のあった敷地は、 ネッカーバインゲンから切り離され、マールバッハに編入された。第二次世界大戦中、周辺大都市からの避難者や空襲による被災者を受け入れたことで、マールバッハの人口は増大した。さらに、ポーランド人やフランス人の戦争捕虜が産業や農業での労働に投入された。この町自体は、戦争による大規模破壊を免れたが、終戦直前に、 ドイツ軍によって鉄道橋をはじめ多くの橋梁が爆破された。1945年4月末にマールバッハはアメリカ軍に占領されアメリカ管理地区の一部となった。戦後マールバッハはまずビュルテンベルクバーデン州に属したが1952年にこの州はバーデンビュルテンベルク州に改組された。町は1850人の故郷から追放された。 人々を受け入れて人口が増大した。これらの人々のために、1950年以降、エルトマンホイザー通りの南と北に住宅地が設けられた。以前から先延ばしにされていた河川改修が実施された。1957年から市の南部に2000人が暮らせるヘルンレジ住宅地が造成された。ここには主に故郷を追放された人々が住んだが、 若い家族もここで家を見つけることができた。この住宅地の近くに位置するマーケンホーフは、発電所の敷地とともに、マールバッハに編入されたが、再び、ネッカーバイインゲンに戻された。1965年5月24日、イギリス女王エリザベス2世がマールバッハを訪れた。後になって、女王は、本当はこの町ではなく、シュベイビッシュアルプのマールバッハ場飼育場を、 見たかったのだという噂が広まった。このアネクドートは、ベルリンの二人のジャーナリストによる創作なのだが、現在でもしばしばまことしやかに語られる。1972年7月1日、バーデンビュルテンベルク州の市長村再編に伴い、リーリングスハウゼンがマールバッハに合併した。ジーゲルハウゼンと同様に、リーリングスハウゼンも、マールバッハと完全に離れている。 他の近隣町村を含めて大きな市を形成するという市の目論みは失敗し、マールバッハの他部人間、アファルターバッハ、エルトマンハウゼンを含む自治体行政連合を創設するに止まった。本市は1980年にシュトットガルト S バーンに接続した。1989年にボットバールタール鉄道が廃止され、その路線は 水力発電所への区間を残して撤去された。住民の稼働性が高まったことで、マールバッハは、シュトットガルト周辺の人気の住宅地の一つとなった。新興住宅地の造成や建設が行われ、人口は1980年の1万2000人から2005年には1万5000人にまで増加した。最も新しい住宅地が、鉄道沿いの高台にある。 キルヒエン・バインベルク・北タ宅地である。2015年6月30日のマールバッハの人口は15,612人であった。マールバッハの青年文化、ハウス、プラネット X は2000年ハノーファー万博の多様な三角可能性プロジェクトにドイツの青年ハウスとして唯一そのコンセプトを掲げて参加した。シラー系の前景フリードリヒッヒシュラーは 1759年に医師の息子としてマールバッハで生まれたが、1764年4歳の時に引っ越してしまった。それにもかかわらず、1805年の彼の死後、この町は徐々にこの詩人に対する尊敬の中心地となっていった。1812年にシラーの生誕地が確認され、記念プレートが設けられた。その後、この家を見るために、 よそからマールバッハに人々が訪れるようになった。1835年に現在のドイツシラー協会の前身がシラー記念碑協会という名称で発足した。1836年から1840年まで市の南に祝祭広場としてシラー兵衛が造成された。生誕100周年を2年後に控えた1857年に市が聖果を購入し博物館とした。 1876年にはエルン・ストラウによるシラー記念碑がシラー経営に混立され、1903年にこの広場周辺がシラー国立博物館として開館した。1859年から毎年詩人の誕生日である11月10日に学校が主催していたシラー祝典は現在も継続されている。また、誕生日や 明日のアニバーサリーには特別な記念イベントが開催される。1934年に国家社会主義者らはドイツの若者によるシュラー中正式を開催した。この式典のために5つの方角の国境からリレーで挨拶のメッセージと松明が回るワッハに運ばれた。毎年のシュラー宿典は時にはプロパガンダ目的にも利用された。後に支配者は変わったが、 ビルヘルムテルなどの作品はその内容が危険視され、上演が禁止された。1955年のマールバッハ文学アーカイブ、開館後、死は1959年にマールバッハアムネッカー氏、シラー賞を創設し、これ以後2年ごとに授与している。シラーは現在でも事実上マールバッハの象徴的な人物であり、単なるローカルな愛国者というだけでなく、 観光場も重要な存在である。数多くの施設がこの詩人にちなんで名付けられている。例えば、地元のギムナジウムや市民大学、さらには、町自身がシラーシュタットを称している。ただしこれは自称であり、州政府から認可されたものではない。この古称は、公式な町の名称としては用いられない。毎年開催されるシラーシク展は、1998年からは希望。 拡大してシラー週間として開催されている。2005年は没後200年を記念したシライアーとして盛りだくさんの特別なプログラムやイベントが行われた。生誕250周年にあたる2009年のシライアーにもマールバッハ、シラーに習った自由のモットーの下で特別なイベントが開催された。例えばシラーの個人的な所持品を展示した。 オートプシーシラーなどである。マールバッハの福音主義主教会、聖アレクサンダー教会リーリングスハウゼンの教会と、旧庁役場マールバッハには3つの福音主義イコール、ルター派の教区があるが、いずれもマールバッハ教会の管轄下にある。本市は、ビュルテンベルク福音主義宗教会のマールバッハ教会管区にあり、マールバッハには、社会奉仕活動管区事務所もある。 リーリングスハウゼンは独自の福音主義教会を有している。マールバッハ福音主義メソジスト教会は旧聖主教会でカトリック教会は聖家族教会で礼拝を行っている。カトリック教会はロッテンブルク・シュトットガルト市教区のルートビヒスブルク主任司祭区に属している。この他のマールバッハに組織を持つ宗教団体には マールバッハ新首都教会やエホバの承人がある。前者はマールバッハ、ベ人間ンン、アファルターバッハを管轄している。後者はマールバッハに2つの集会所を有している。マールバッハはその歴史の中でムルガウの他の地域と同じように最初はボルムス司教区に属していた。この地域は740年にビルツブルグ司教区、9世紀にシュパイアー司教区に移された。 宗教改革までこの市教区に泊まり、その中で地方三次会の中心地となっていた。市壁の外側、かつての横領内に建てられたアレクサンダー教会は、少なくとも宗教改革まではこの町の教区教会であった。聖アレクサンダーの聖遺物を所蔵していたことで、この教会は巡礼地となっていた。百三十四年にウルリヒ公が宗教改革を受け入れ、 ウンターラントでは、進学者、エアハルト・シュネプフがこれを遂行した。遅くとも1602年までに、司教会は、教区教会となった。宗教改革は、それまで2世紀にわたって、マールバッハに存在していた、ベギン会を駆逐した。ビュルテンベルクの福音主義教会は1547年に、新たに設けられ、マールバッハは23の監督管区の一つの本部、所在地となった。 アムト・マールバッハ、アムト・グロースボット・バール、アムト・ヴァイルシュタインを管轄する、この監督管区は、ロルヒ監督庁の会に置かれていた。1810年のビュルテンベルク再編以降は、ハイルブロン監督庁の下に置かれた。宗教改革の結果、現在でも、マールバッハの住民は、福音主義信者が多数を占める。1871年には99%が、 福音主義信者であった。この他に常に少数派の宗教組織が存在したが、その多くは当局から好意的に見られてはいなかった。宗教改革が行われた1560年頃まで数人の最先霊派がおり、時折ジンゲルハウゼンでも集会を行っていた。1692年には11人のカトリック信者と6人のカルバン主義者が記録されている。18世紀には、 経験主義者が数人の支持者を獲得した。19世紀の初め、ビュルテンベルクで地方教会とラジカルな経験主義者で、主にマールバッハーハーモニーを構成する分離主義者との間で紛争が起こった。これにより、マールバッハーハーモニーの構成員のロシアへの組織的移住が1817年に行われた。ユダヤ教徒は1487年に一度だけ。 記録されている。最初のメソジスト説教師は1857年にマールバッハに現れた。10年、会員数50人を要するようになった組織はビルダームート通りに礼拝堂を建設した。現在の救世主教会は1963年に完成した。第三帝国時代、ドイチェクリステンはマールバッハで急速に信者数を伸ばし、 一時は300人を要するまでになった。加入者の波は1934年にこの町で開催された第一回ビュールテンベルクのガウ集会によって弱気された。マールバッハは運動が崩壊する以前の1935年及び1936年のガウ集会の開催地でもあった。カトリック信者は第二次世界大戦後になって初めてこの町で 比較的大きな人数を占めるようになった。これは、マールバッハに定住した故郷を追放された人々の大部分がカトリック信者だったためである。聖家族教会は1953年に完成した。現在のリーリングスハウゼン地区には、8世紀または9世紀に独自の教区が設けられた。マールバッハと同様に9世紀からシュパイアー教区に属した。 1453年に、ウルリヒタ城クがリーリングスハウゼンの教会を、以前からこの地に所要を有していたバックナング修道院に寄進した。この修道院はこれ以後、司祭を立てた。1543年に、リーリングスハウゼンでも、宗教改革がなされ、その後住民は、ほぼ完全に、福音主義信者であった。1826年から1828年まで、 ルートビヒ・ホーフワッカーがリーリングスハウゼンの司祭を務めた。すでにシュトゥットガルトでの業績で知られていた。この進学者は感動的な日曜日の説教によってよそからのものを含め2000人の聴衆を集めた。これは教会に収容できる人数をはるかに超えていた。1849年に60人ほどの構成員を要した経験主義のコミュニティが19世紀のリーリングハウゼンに 存在したことは特にホーフアッカーの影響によるものである。リーリングスハウゼンの古い教区教会であるベータース教会は1965年からルートビヒホーフアッカー教会と呼ばれている。19世紀末にいくつかの小さな自由教会組織が時折信者を獲得した。第二次世界大戦後に 多くのカトリック信者がリーリングスハウゼンに移り住み、死祭は1952年に自らの住居内に礼拝書を設けた。リーリングスハウゼンのカトリック信者は1977年からマールバッハ・アームネッカーの教会組織に属している。新首都派教会は1988年にこの集落に建設された。マールバッハ・アームネッカー氏の行政は バーデン・ビュルテンベルク州自治体法の定めにのっとっている。行政組織は市議会と市長からなる。マールバッハ市役所マールバッハの市議会はアネクトン・テイロール・ゼウォルという方式で選出されている。この選挙方法では議席数は超過議席によって変化する。2019年の市議会選挙に基づく議席数は24議席である。市議会は この選挙で選出された名誉職の市議会議員と議長を務める市長によって構成される。市長は市議会において投票権を有している。市長は専任人の公務員であり、8年ごとに住民による選挙で選出される。その職責は市議会の議長と市行政の指導である。2013年4月からヤントロストが市長を務めている。中世には 始行政は、公爵のアムト前域の行政官僚でもあった、フォークトの手に委ねられており、アムト・マールバッハの他にもいくつかのアムトを管轄する、オーバー・フォークトの監督下にあった。オーバー・フォークトの機能は18世紀初めに廃止され、1758年に、フォークトの公職名は、オーバー・アムトマンに変更された。マールバッハは、1819年から固有の、スター・チルシースを有した。 これは1819年のビュルテンベルクの法令に基づき住民によって選出される終身職であった。1930年にビュルテンベルク自治体法は市長の職名をシュルテスからバーガーマイスターに変更した。第二次世界大戦後の市長を以下に列記するヤントロストは2013年2月3日の選挙で61.16%の票を獲得して、 ヘルベルトペッチュの後任に選出された。ズンガラ、左右に分割。向かって、左は金似に3本の黒い鹿の角。向かって、右は金似に、ぶどうの鶴と房が巻きついた赤い戦闘屋根を持つ白い、塔。マールバッハの果鹿の角は、ビュルテンベルクへの貴族を、塔は、マールバッハの防衛的なキャラクターを、ブドウの鶴は、地域内で営まれている。 ワイン作りを表している。現在判明している最も古い印象は1301年から使われていたものであり、すでに塔と植物が描かれている。塔の他に、この時点で都市領主であったテック公の菱形紋章が見られる。ビュルテンベルク領への移行後には、領景紋章のあった場所に、ビュルテンベルクの紋章衣装である鹿の角が描かれるようになった。その後の紋章では、 ビュルテンベルクの紋章は、塔と別のサイドに配されるようになった。最初の彩色された紋章は15世紀半ばの創作され、アレクサンダー教会内陣の要石に見られる。この紋章で植物が塔に巻きついており、それがブドウの鶴であることが初めて明白となった。18世紀後期から鹿の角を向かって、左に配置した現在の一体化した紋章が見られる。 現在の紋章は1938年に採用された。時折、サポーターとして野生の人が描かれることがある。例えば、1597年のジーモン・シュトゥデオンのスケッチ、旧市街のビルマンブルネン、19世紀のアムトイなどである。これは、マールバッハの建設に関する伝承に由来する。それによれば、現在の街の前に、かつて巨人が住んでいた。 その家には、ぶどうが巻きついており、旅人は身ぐるみを剥がされたり、殺害されたりした。マールバッハという地名が、ローマの神であるマールスとバッカスに由来するという、俗説も伝承を反映したものである。マールバッハの死の旗は、木から白であるが、逆の色順に描かれることもある。この通常でない色の組み合わせは、バーデンビュルテンベルク州では、他の自治体で用いられていないものである。 この旗は1871年に初めて記録されている。リーリングスハウゼンの紋章は金字に直立した黒い鍵が描かれている。鍵はキリスト教の聖人ペトロを意味しており、色はおそらくビュルテンベルクの紋章の色に基づき選択された。シンボルとしての鍵は1794年の村の印象に初めて現れる。 姉妹都市を示すプレートマールバッハアムネッカー市は以下の都市と姉妹都市関係にあるネッカー下半から見上げるマールバッハ旧市街を囲む旧市壁マールバッハは特別良好に保存された旧市街を有しているその外観は1693年の破壊以後に再興されたものである旧市街は シュトレンツェルバッハ川の谷の南斜面に位置する350メートル250メートルの長方形の土地で、三方を防衛施設を持つ支壁で囲まれている。1983年に旧市街全体が保護文化財に指定されている。旧市街は、その西側と北側が、ネッカー川及びシュトレンツェルバッハ川への旧斜面となっており、中世には南東の高台に城があった。 この城は現存しない。三つの門が町への侵入を防御していた。北東の雲亭レモン、南東の欧米レモン、南西のネッカーモンである。1847年に南の壁を貫いて第四の出入り口であるグラーベンモンが設けられた。町の構造は東西に通る五本の通り、特に幅の広いマルクト通りを基本に構成されている。マルクト通りには、 旧市街の最も重要な建物が建てられていた。すなわち1760年から1763年に建てられた視聴者や多くのオフィスがそれである。欧米レモン高さ40メートルの欧米レモンがマルクト通りの東端を示している。この塔には登ることができる。この塔のすぐ近く都市防衛施設の南東角にブルク広場がある。 ここには13世紀から1693年まで城塞があった。同じく塔の近くに15世紀に建設されたベンデリンス礼拝堂がある。ニクラス塔ア通りはマルクトから1698年から1700年に復興された市教会の傍らを通り、掘った広場へ下る斜面に通じている。ウンターベイクスは1693年以降の木組建築が 数多く並ぶ中を通り抜けてゆく。三角形の広場に面して、シュペツヤ・ラトハウス、ジョサイカンビルマンブルネン、シラーの聖火などがある。凝った広場が位置する旧都市防衛施設の外側を、アレクサンダー教会に向かうアム・ワルテン・マルクト通りが伸びている。この通りの名前は、もともとの集落の中心がこの谷の北側にあったことにちなんでいる。 アレクサンダー教会の現在の後期ゴシック様式の建物は1450年にアーベルリン・イエルクによって建設が始まり1490年頃に完成した教会内の歴史的なフレスコは1460年のビューステンハウゼンの戦いで亡くなった騎士カスパーシュペートとコンラートフォン・ホーエン・リートを思い起こさせる教会内にはこの他に マールバッハのホークとを務めたディーター・ホン・アンゲラ派の破壊詞が保存されている。アレックサンダー教会の塔にある大きなシラーグロケンはモスクワのドイツ人移住者が1859年にシラーの出身地であるマールバッハームネッカーに送ったものである。この金はシラーの詩、金の歌にちなんでコンコルディアと名付けられた。ネッカータール自転車道から見る ネッカー川の関シラーとの関係から、マールバッハはドイツで最も古い観光地の一つである。19世紀初めにはすでにシラーの聖火を見学するために客が訪れていた。特に、博物館や記念碑のあるシラー兵衛は1840年から多くの観光客グループの目的地となっていた。現在はシラーユかりの場所だけでなく、良好な状態で保存された旧市街が、 観光客や日帰り客を引きつけている。2005年、マールバッハには延べ29,289泊の宿泊客があった。ツーリストイコールインフォメーションは、暖かい季節には毎日曜日、冬季には第二日曜日に開いているが、その他に様々な特別なイベントの際にも利用できる。マールバッハは、ドイツ気組の家街道、ビュルテンベルクワイン街道。 シュバベンシジン街道のステーションである。ネッカー客船会社は、旧市街の麓のネッカー側沿いに、船着き場を有している。マールバッハは、さらに3つの州立自転車道、すなわちネッカータール自転車、アルプネッカー自転車道、シュロムベルクムルタールベークのステーションでもある。マールバッハ、ベニンゲン、ムル、シュタインハイム、グロースボットバール、オーベルステンフェルト、バイルシュタインは、 2003年からマールバッハに本部を置くマールバッハボットバールタール観光協会を運営している。この協会の目的は、この地域の観光資源をコーディネートし、総合的な観光を市場に売り出すことである。トビアス・マイヤーの聖火球市街の南に位置するシラー兵には、新しいドイツの文学を展示するシラー国立博物館がある。マールバッハドイツ文学アーカイブは、 これと結びついており、啓蒙主義の時代から現代に至るまでのドイツの作家の遺品、原稿、手紙などを収集している。2006年にこのアーカイブに付属した近代文学博物館が開館した。ニコラウストーア通りのフリードリッシュラーの成果では、この詩人に関する展示がなされている。数学者、天文学者、地図作成者、地理学者で発明家のトビアスマイヤーの東和合戦に立つ。 聖火では、マイヤーに関する展示がなされている。小さな博物館は、マイヤーの生涯や業績を紹介している。この他に、欧米レホルダー合戦の産業文化財に指定されている、イエーガー作油書や欧米レローモンでも展示がなされている。リーリングハウゼン地区では、1994年に、ワイン作りをテーマとして、村の博物館、ケルタリーリングスハウゼンが、 ケルター内にオープンした。2014年11月24日に芸術家、グンター・デム・ニヒにより、マールバッハで最初のストルパーシュタインが設置された。ニクラス島は通り12番地前の歩道に埋め込まれた。その小さなプレートは、1917年から1926年まで、この建物に住み、迫害されたパウリーネ・シュティングラーを追悼するものである。これに加えて、 壁には解説の案内板が取り付けられている。パウリーヌ・シュティ・グラーは1933年にマルク・グレー人間収容所に装置され、1940年に安楽死政策 T4 作戦に従い、国家社会主義者によってグラー・フェネック安楽死施設で殺害された。マールバッハとリー・リングス・ハウゼンには数多くのスポーツクラブがあり、そこではあらゆる人気スポーツがなされている。 FG マールバッハと HSG マールバッハリーリングスハウゼンはサッカー及びハンドボール部門が別力レベルでプレーしている。この他のチームスポーツ種目は TB マールバッハで行われている。TB マールバッハのバスケットボール部門は一時期ブンデスリーが2部に参加していた。テニスクラブ、水泳クラブなどその他のクラブも存在する。ネッカー川沿いに位置することから マールバッハでは、ボートやカヌーといったスポーツを行うことができる。この分野では、マールバッハ想定クラブや、カヌークラブマールバッハがある。前者はかつて、連邦レベルあるいは州レベルの大会で成功を収めた。マールバッハ駅マールバッハは、シュトットガルトルートビヒスブルクハイルブロンのラインに沿った、この地域の主要な交通路から離れて位置しており、交通網への接続は、 あまり良好でない。マールバッハは鉄道バックナングルートビヒスブルク線沿いに位置している。シュトットガルト S バーンの S4 号線が30分間隔で利用者の多い時間帯には15分間隔で運行している。この列車はルートビヒスブルク、バックナング、シュトットガルトに直接乗り入れており、これを使うとシュトットガルト中央駅まで27分で到着することができる。 貨物列車も運行する、この路線上の東側に、エルトマンハウゼン駅があるが、マールバッハの飛び地である、リーリングスハウゼン地区からは、約3キロメートル離れている。1968年までマールバッハは、バイルシュタインを経由して、ハイルブロン南駅へ向かう、狂気鉄道、ボットバールタール鉄道の終点であった。この他市内には、マールバッハ発電所への引き込み線があるが、 この路線は貨物列車のみが利用している。VVS のバス路線がマールバッハと周辺の街とを結んでおり、ルートヴィヒスブルク、バイルシュタイン、バックナング、ビネンデンまで運行している。ジーギルハウゼン地区はバス路線網に接続していない。旧市街の真向かいにベニンゲンへの歩行者専用橋がある。この橋はネッカー川左岸をルートヴィヒスブルクへ向かう自転車道に、 接続している。マールバッハは近隣の町と修道や軍道で結ばれている。最寄りのアウトバーンは A81 号線で、プライデルスハイムインターチェンジまでは約 5km の距離にある。マールバッハにとって最も重要な道路が、ネッカータール方面のルートビヒスブルクと北のボットバールタールとを結ぶ修道 l 1 1 0号線である。L1124 号線は、 リーリングスハウゼンを経由して、バックナング方面へ、L1127 号線は、アファルターバッハを経由して、ビネンデンに通じている。マールバッハからポッペンバイラーやエルトマンハウゼンへ、リーリングスハウゼンから、ハルトバルトを通って、クライガスパハへ、小さな通りがある。ジーゲルハウゼンは、アファルターバッハとホーホドルフとの間の街道から、外れた場所にある。 さらに農道がこの集落とビッテンフェルトとを結んでいる。ネッカー側に架か,かる道路橋はマールバッハ付近にはない。最寄りの道路橋は約 1.5km 離れたベニンゲン付近にある。現在の道路網は歴史的発展の産物である。現在は交通量の穏やかな旧市街の中を中世にはあらゆる方向への街道が通っていた。運転レモンから ムルやベニンゲンへあるいはシュタインハイムへ、オーベレモンから、リーリングハウゼン、エルトマンハウゼン、アファルターバッハ、ポッペンバイラーへの街道が通っていた。リーリングスハウゼンへの街道は、シュベービッシュハルに通じていたため、シオ街道と呼ばれていた。この街道は、現在も、中世にアムトの中心地であったマールバッハを支える、役割を担っていたシュバイス橋と呼ばれる橋でムル川を渡る。 ポッペンバイラーへ向かう道は、中世には、シュトゥットガルト方面への幹線道路であった。ルートヴィヒスブルクが成立し、1724年に、ネッカーバインガー橋が建設された後、ネッカーモンからネッカーバイン面に向かう谷に下る、ルートヴィヒスブルガー通りが設けられた。1873年に、旧市街南側のクラーベン通りが、1889年に、 運転レモンと駅とを結ぶシラー通りが建設された。旧市街の麓のネッカー川沿いを通るバイパス道路は、ネッカー川改修後の1954年に建設された。マールバッハは、下級中心に指定されている。この町は、マールバッハ、アファルターバッハ、エルトマンハウゼン、ベニンゲンからなる市町村行政連合の本部所在地である。マールバッハには、 裁判所が存在するこの裁判所は、シュトットガルト上級地方裁判所管区、ハイルブロン地方裁判所管区に属す。旧市街と向かい合う、北側斜面に、約100床の病院がある。これは、クリニークルートビヒスブルクビーティヒハイム、GGMBH が運営する、軍内に5つある病院の一つである。現在の建物は1908年に完成したもので、それ以前は、 ビルダームート通りの小さな病院であった。マールバッハとリーリングスハウゼンには基礎家庭学校が一校ずつあり、マールバッハにはこれに加えて養護学校がある。市の南部にある学校センターには本家庭学校、アンネ・フランク実家学校、フリードリヒシランイコールギムナジウムがある。このギムナジウムは2007年ドイツ学校賞を受賞した。 学校センターのすぐ隣には1998年3月に完成した青年文化ハウスプラネット X もある。クリストフィーネ自由学園は宗教に依存しない公共の基礎家庭学校である。本誌はマールバッハボットバールタール音楽学校に参画している。その本社はシュタインハイム・アンデアムルにある。シラー市民大学ルートビヒスブルクは マールバッハに文庫を有している。この他にリーディングハウゼンに文館を持つ私立文書館と私立図書館がある。1986年に開館した老人施設シラー兵は120人の老人に住む部屋と介護を提供している。マールバッハではマールバッハザイトゥングボットバールタールボーテがに監視として刊行されている。この新聞の主な出資者は 2003年以降、シュトゥットガルターなリヒテンで、この新聞の全国面を制作してもいる。これに対して、ローカル面は、シュトゥットガルターザイトゥングのルートビヒスブルク編集局と共同で制作されており、これが同時に、シュトゥットガルターザイトゥングのマールバッハ版の地方面となる。ローカルニュースに関しては、マールバッハ氏の広報誌やルートビヒスブルク軍の広報誌もある。 マールバッハはこの他に、やはり地元の出来事を報道する、ルートビヒスブルガー・クライス・ザイトゥングの配布地区になっている。マールバッハ・ザイトゥングは1845年に初めて刊行されたが、1925年までは、デア・ポスティロンという名前であった。国家社会主義政府の命令により、マールバッハ軍の別の新聞、ボット・バール・タール・ボーテム及び、ショッツァ・ハテラーと統合され、 1936、37年に NS クライス・サイトングと解明されたが、軍用政府の要請により元に戻された。この新聞は1941年に戦争のため休館となり、1949年に観光が再開された。マールバッハには約5400人の社会保険支払い義務のある労働者が住んでいるが、 その約85%が市外で働いている。同時に約2750人が通勤してきており、マールバッハには約3、8、900人分の職場がある。マールバッハは本格的な工業に発展しておらず、中小企業が大勢を占めている。木工業、家具、比較産業が伝統的な産業である。多くの企業が 中核支部の東側の鉄道沿いに立地している。発電所付近に新しい産業地区が形成されている。この町の比較的大きな企業としては、例えば BBP 合成樹脂、マールバッハバイアー GMBH がある。この会社はマールバッハに本社を置いている。様々な死者を合わせた従業員数は500人である。また、万力などの固定工具製造業の ハインブーフ GMBH もある。キルヒベルクアンデアムルへの街道沿い、バイデンバッハタールの入り口に大きな採石場がある。ルートビヒスブルク貯蓄銀行は市内に3つの支店と2カ所の ATM 支店を運営している。マールバッハは13支店と1カ所の顧客センターを株組織とする地域管理部門の所在地である。マールバッハ発電所マールバッハからネッカー側を 約 2.5km 遡った場所に産業地区マールバッハームネッカーエネルギー及びテクノロジーパーク通称パワーパークがあるこの敷地内ではかつて4つあった発電所のうち3つが稼働を続けておりマールバッハ最大の雇用紙となっている現在も稼働しているブロック2とブロック3は合わせて395メガワットの出力を有している この発電所は安全保障地区に属しており、このため常に整備が行われている。エンベベイの組織上、この発電所はハイルブロン管区に属している。2000年に発電所の敷地に面積17ヘクタールの産業パークが設けられ、様々な企業が進出した。燃料電池発電所を誘致する試みは失敗した。土地利用計画の変更に伴い、 発電所西側の発電所拡張用地は21ヘクタールから1.5ヘクタールに縮小された。しかし、南ドイツ天然ガスパイプライン建設と関連して長期間にわたって検討を重ねていた新たな天然ガス発電所をマールバッハに建設するために広い発電所拡張用地の戦略的立地保全案がエンベベベイによって再び申請された。 マールバッハ最初の発電所は旧市街の麓の旧ミューレンフィールテルに建設された。建設したのはここで電力を生産していたシュッテットガルト市であった。マールバッハ自身は1906年に電力網に接続した。この水力発電所は当時存在していた水車用の水路から水を引いていた。4つのフランシス水車を備えており出力は8 0 0ットであった。 1938年にネッカー川の河川改修によって流路が変わったことで、この発電所の立地条件が失われ、1938年10月1日に閉鎖された。この発電所の建物は現在も残されており、当時の水路には現在バイパス道路が通っている。マールバッハ市域内の農業用地は940ヘクタールで、このうち716ヘクタールが工作地、 144ヘクタールが緑地、44ヘクタールが果樹園、34ヘクタールがブドウ畑である。ワイン作りは2つの同業者組合がコーディネートしている。マールバッハと周辺ワイン製造業者組合エッグは、マールバッハ及び周辺地区であるアファルターバッハ、バインゲン、ベニンゲン、エルトマンハウゼン、ホーエネック、ムル、ネッカバインゲン、 コッペンバイラーの約300件が加盟している。この組合加盟者の作付け面積は74ヘクタールで70%がトローリンガー種のブドウを栽培している。これに対してリーリングスハウゼン地区のワイナリーは運転レスムルタールワイン製造業者組合エッグに加盟している。この組合にはキルヒベルクアンデアムル及びシュタインハイムアンデアムルの業者も加盟している。 100件の業者が約31ヘクタールのブドウ畑で栽培を行っており、その80%が赤ワインのブドウである。マールバッハとその地区の農業やワイン作りは歴史的に長い伝統を有している。マールバッハは19世紀になるまで都市農民の町であり、リーリングスハウゼンとジーウェルハウゼンは農業を主体とする村であった。工作は産補正によって営まれており、 工作地は三つの、ツェルゲンと呼ばれる区画に分割されていた。1304年に、マールバッハの地域のワイン山について、初めて記録されている。しかし1301年の街の印象にはすでに植物が描かれており、おそらくブドウであると推測されている。その後ブドウ畑は、ネッカー川、ムル川、シュトレンツェルバッハ川、アイヒグラーベン川の斜面に広がっていった。 1726年のマールバッハでは、1675モルゲンの工作地、392モルゲンのブドウ畑、183モルゲンの牧草地が営まれていた。19世紀末に町が中世の境界を越えて広がっていき、農業活動は町の周辺へと移っていった。1872年に68ヘクタールあったブドウ畑は、 ブドウネ油虫被害や、その後の凶作。さらには、多くのブドウ農家が第一次世界大戦で、徴兵されたことにより16ヘクタールにまで、劇的に縮小し、第二次世界大戦中にはわずか9ヘクタールの、極小状態となった。第二次世界大戦後に取られた農業の集約化により、職業分野としての重要性が失われた。 マールバッハ農業地域協会は1839年に発足した。1895年にワイン製造業者協会が結成され、1950年に現在のワイン製造業者組合に移行した。南の町外れにある現在のケルターは1970年に設けられた。リーリングスハウゼンの農業発展はマールバッハと同様の経緯をたどった。 1769年には825モルゲンの耕作地、176モルゲンの牧草地、145モルゲンのドウ畑があった。ここでも1880年から1920年にワイン畑は縮小し、1934年には19ヘクタールとなった。ワイン製造業者組合は1951年に、 設立された。1960年代に営農者の流出が起こった。1350年に初めて記録されたケルダーは、以前から集落中心部から北に外れた場所にあったが、1990年代初めに改修され、これ以後郷土博物館が入居している。ジーギルハウゼンは現在でも農業を主体とする小集落である。 19世紀になるまではここにもケルターがあり、ワイン作りが行われていた。旧水力発電所マールバッハ席ネッカー川を渡る、鉄道高架橋、ムル川の河口に近いネッカー川沿いという立地は、マールバッハの交通地理上及び成立史上、大きな重要性を持つ。これらの条件から、ローマ時代にベニンゲン付近に城が築かれ、ネッカー川を渡る橋が架けられた。 この橋が数世紀後にマールバッハ建設の核となった。ムル川川口にはローマ時代から船着き場が設けられていた。ローマ時代の橋は9世紀または10世紀に崩壊し再建されなかった。中世にはネッカー川対岸への交通は渡し船によって維持されていた。16世紀からは下流側のベニンゲン付近に橋が架けられたがマールバッハからは 遠回りして、ムル集落を経由して利用することになった。ネッカー川の高校は、中世には、マールバッハにとって、ほとんど重要性を持たなかった。この町は水力を穀物水車の駆動力として利用した。水車は、旧市街の麓にあり、1377年に、初めて記述されている。この水車を稼働させるために、ネッカー川は、アイヒグラーベンの高台で咳止められ、 水車用水路に分岐された。その水路は現在のバイパス道路にあたる。関と首都レンツェルバッハ川川口との間に3つの水路と川を隔てる中州があり、牧草地としても利用された。ムル川もイカダ流しによって経済的重要性を帯びていた。町はこの権利を16世紀半ばに獲得した。木材は川を下ってハイルブロンへ送られ、 あとにはルートビヒスブルクへも建設資材や燃料として送られた。19世紀末のムル鉄道建設により、イカダ流しは消滅した。ネッカー川やムル川では19世紀になるまで漁業が行われていたが、重要性は低いものであった。1847年、ベニンゲンの橋への工程を短縮するために、ムル川下流に橋が架けられた。 これによって、マールバッハの渡し船は重要性を失い、廃止された。1877年から1879年に、マールバッハ自身の近くにネッカー川を渡る橋が架けられたが、これは鉄道橋であった。マールバッハの鉄道高架橋は、高さ28メートル、長さ355メートルでネッカー川を渡る。19世紀に、ネッカー川沿いに水車が建設された。 製材水車、作油水車、染色用木材水車であった。1891年から、シュトットガルト市が、マールバッハの水利権と水車を買収した。水車は取り壊され、その場所に、最初のマールバッハ水力発電所が建設された。1930年代にヌッカー川の、航行可能化が着手された。これに伴い、1938年に石が、 取り壊され、水車用水路が埋め立てられ、中州は岸と地続きになった。さらに、上流側で新たな発電所とマールバッハ関の建設が始まった。マールバッハ側水路によって、以前より南側にネッカー側の中州が形成された。必要な川の石止めを形成するために、この工事計画と同時にマールバッハ関も計画され、建設されることになっていた。しかし、 第二次世界大戦の影響で完成したのは1950年代になってからであった。高校水路は1955年にマールバ爆発館が開通した。1954年にかつての水車用水路にバイパス道路が建設された。それ以前は南北の通り抜け交通が旧市街を通っていた。第二次世界大戦終戦間際に マールバッハ鉄道高架橋が爆破されたため、マールバッハの人々は毎日上流側へ迂回して、ベニンゲンの鉄道駅を使って通勤しなければならなかった。この経路を短縮するためにネッカー側に歩行者、専用橋が架けられた。この橋は現存している。高架橋自体は1947年11月に完成し、鉄道運行が再開された。 マールバッハ近辺のネッカー川の川幅は40メートルから約100メートルである。電力マールバッハの電力供給は1906年に始まった。中核式の電力網はエンベベイレギオナルエジーガリーリングハウゼン地区のそれはシナ GMBH が運営している。ガス1928年にガス供給網が設けられた。ガス供給網は中核式だけに設けられており、 シュタットベルケ、ルートビヒーコールコルンベストハイム GMBH が運営している。浄水道1896年に浄水場が建設され、浄水道が付設された。20世紀初めに工業化に伴い水の需要が増大したため、新しい浄水槽が建設され、市外の水源開発が行われた。1945年以後ネッカータールに2カ所の 水源が掘削された。1969年に州の上水道と接続された。本市は最終的に州の上水道から水を引いている。下水道、変電ンンミューレ汚水処理目的連合は、マールバッハムル、シュタインハイム、グロースボットバール、エルトマンハウゼン、ベニンゲンの排水浄化を担当している。人海処理人海処理は、 ルートビヒスブルク軍の100%子会社のルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルはルートビヒスブルク軍の委託を受けてゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。マールバッハのシラー記念碑これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。